バージンクロスカントリーはかつて存在したイギリスの列車運行会社である。イギリス国鉄民営化直後の1997年1月から2007年11月にアリーバ参加のクロスカントリーに運行を引き継ぐまでインターシティクロスカントリーフランチャイズを運行していた。親会社は バージンレールグループであり、インターシティウエストコースとフランチャイズを1997年3月から2019年12月まで運行していた系列のバージントレインズとは共通のブランディングを使用していた。インターシティクロスカントリーフランチャイズは、インターシティと呼ばれる長距離速達列車のうち、複数の本線急路線をまたぐ列車の運行を行うフランチャイズであり、特に2003年以降、 大多数の列車は、ロンドンには乗り入れていなかった。運行する列車の中には、イギリス最長級のものもあり、すべての系統が、バーミンガムニューストリート駅を発着するか経由していた。なお、現在のクロスカントリーとは異なり、競技のクロスカントリールートを経由せずに、ウェストコースト本線を用いて、スコットランドに出入りする系統も存在した。 サウスデボン鉄道防波堤を行く47型ディーゼル、機関車とマーク2客車の編成1996年11月、バージンアトランティック航空などを参加に要する、バージングループが100%を出資する、バージンレールグループがインターシティクロスカントリーフランチャイズの運営権を獲得し、1997年1月5日に、参加のクロスカントリートレインズ車によって運行が開始された。 1998年10月、バージングループは、バージンレールグループの株のうち49%を、ステージコーチグループに売却した。レールトラック社の解散と後継のネットワークレールによる、ウェストコースト本線の改良工事の遅れにより、バージンクロスカントリーは2002年7月に、バージントレインズともどもフランチャイズ契約を停止され、収益が、 運賃収入に左右されないマネジメント契約に移行した。バージンクロスカントリーのフランチャイズ契約は当初2012年までの予定であった。しかし2006年6月、運輸省はこのフランチャイズを再編し、ウェストコースト本線の列車を除き、セントラルトレインズの路線網の一部を加えたニュークロスカントリーフランチャイズを創設することを発表した。 バージンレールグループは2006年9月に発表された運営権者の候補の中には含まれていたものの落札することはできなかった。2007年7月10日にアリーバが運営権を与えられ、バージンクロスカントリーは同年11月10日に営業終了、翌日からクロスカントリーに運行が引き継がれた。イギリス国鉄から引き継いだ列車に加え、 1998年5月、バージンクロスカントリーは、ポーツマスハーバーとリバプールライムストリートや、ブラックプールノースを結ぶ列車の運行を開始した。下季の土曜日に運行されていた、臨時列車のうち、ラムズゲート発着列車は1999年9月に、ウェーマス発着列車は2002年9月に運行を終了した。2002年9月、バージンクロスカントリーは、短編成。 高品度化とパターンダイヤの導入で構成されるオペレーションプリンセスを開始した。しかし、新型車両の故障や混雑など多くの問題が発生し、2002年9月から2003年1月にかけての定時運行率は54.1%にまで低下した。この結果、コアとなる系統での信頼性を向上するため、戦略鉄道庁との協議により一部の経路からの 撤退が行われた。2002年9月のオペレーションプリンセスの開始時点での運行系統は以下の通り、プロジェクトオメガはウェストコースと本線高速化の完了時に実施されることになっていた計画である。ロンドンキングスクロスとティーズサイド地域をノッティンガムとヨークを経由して結ぶ列車やポーツマスハーバーからキースロー空港に近いフェルサムを経由して、 ノッティンガムまでを結ぶ列車の運行が計画されており、220K34 本と 221K4 本に中間車を1両増結し、すべての列車を5両編成に統一することになっていた。なお、この計画には、当初2012年に終了予定だったバージンクロスカントリーとバージントレインズの契約期間を5年間延長することも盛り込まれていた。 2007年のクロスカントリーへの引き継ぎ直前には以下の3つの系統が運行されていた。バージンクロスカントリーはイギリス国鉄から47型ディーゼル機関車、86、軽電気機関車、マーク2客車、インターシティ125、158系機動車、エクスプレススプリンターを引き継いだ。また、初期にはユースやフラゴンセットからの47型ディーゼル、 機関車の追加借り入れも行われていた。フランチャイズの公約として、新型車両の導入が掲げられており、1998年12月に、ボンバルディア製の220系機動車、ボイジャー4両編成を34本、221、軽車体軽車式機動車、スーパーボイジャー5両編成を40本、同4両編成を4本リースする契約が結ばれた。なお、 221系の4両編成は、バージントレインズが、ロンドン・ユーストン、ホーリーヘッド間の列車を運行するために使用する、ことが予定されていたが、計画の変更により、バージンクロスカントリーで使用されることになり、代わりに5両編成が貸し出された。220型は1本目が2001年1月に、ベルギーからイギリスに到着し、同年5月21日に営業運転を開始した。 新型車両の導入により、47型ディーゼル、機関車、86系電気機関車とマーク2客車は2002年8月をもって、バージンクロスカントリーでの営業運転を終了した。インターシティ125についても当初は置き換えが予定されていたが、バージンクロスカントリーは急速な拡大に伴って一部を維持することを決め、2001年12月に8編成に対して、 大規模な改修と半固定編成化を行い255系バージンチャレンジャーとすることが発表された。これらはロンドンパディントンとマンチェスターピカデリーをチェルトナムスパ経由で結ぶ新系統に充当される予定で当初発表の8編成からの増備も検討されていた。しかしオペレーションプリンセスの失敗に伴って計画は中止され、 戦略鉄道庁の指示に基づき2003年9月に残るインターシティ125の運転を終了した。なお、後継のクロスカントリーはインターシティ125を再度導入している。下季の土曜日に運行されるペントンやニューキー発着の臨時列車向けとして、グレート、ノースイースタンレールウェイ、ミッドランドメインライン、バージントレインズからインターシティ125が 客車列車用のマーク3バイト客車がバージントレインズから借り入れられていた。また、2004年にはペイントン発着列車向けとしてユースから67型ディーゼル機関車がリビエラトレインズからマークに客車が借り入れられた。リビエラトレインズからは2004年9月以降もマークに客車が予備車として借り入れられ、主にユース所有の90系電気機関車の牽引で、 バーミンガムニューストリートマンチェスターピカデリー間で使用された。さらに2系、2 2 0系2 2 1系の不足時には、インターシティ125がグレート、ノースイースタンレールウェイやミッドランドメインラインから借り入れられ、エディンバラウェイバリープリマス間で用いられることがあった。ありがとうございます。